ずっと善良な主人公がかわいそう。有機爆発版ブレイバン第3話の反応集&感想どうぞ。第3話開始。果たして今回勇を待つクナンとは。生理的に無理がショックなスミスから、生理的に無理から始まるアニメ。生理的に無理だのリフレインやめろ。その言葉そんなにショックだったんかい。生理的に無理引きずってるんかい。からの美少女は予想外すぎる。ここで躊躇なくかけ出せるのがスミスのヒーロー性。まさかのライバルポジロボに美少女乗ってるとは思わんやん。ぶっかけきたん。で、いいんかよ。顔面、ロヒロイン。女性キャラが体液を吐き出すアニメは名作。冒頭から嘔吐するヒロイン、今回もかっ飛ばしてる。ちゃんと喋れんけヒロインか。サーファーなわけないやろ。亀の産卵シーン。ウミガメの産卵描写の意味は何だろう。生まれたってこと。それはそれとしてかっこいいよ。オープニング、バン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 。オープニングに効果音が入るアニメは名作。有機爆発してますか。オープニングの SE モッドでかくてもいいよ。遠慮すんなって。謎の新人歌手ブレイバーン、一体何村健一なんだ。何その立ち方。何ロボットが黄昏れてんだ。もう気持ち悪い。ブレイバーンはロボではなく普通にキャラの一人なんだって改めて実感する。前回からすっぱだかのままの勇。コックピットの中で全裸体育座り。引きこもりのすっぽんぽん。主人公男子が生ケツを大サービスするアニメは名作。勇かわいそう定期。なぜか全裸にさせられたのに。裸でも快適だってなんだそれ。快適の意味をググってどうぞ。勇が閉じこもってる理由がおかしい。マーク長が完備されてば裸でも大丈夫だが、コックピットの中で裸になっていることを堂々と言われてるし、主人公の勇がかわいそうだと言われているのも納得。着替え持ってきてあげて。誰か服持ってきてあげなよ。あの時救ったドクターのお姉さん。ルイス周りは相変わらず洋画っぽい。外国籍のキャラの喋り方吹き替えっぽくしてるんだな。こいつ宿に連れ込みやがった。妹ということにしたのか。おばちゃんたくましい。いいおばちゃんが出てくるのは神アニメの証拠。非常時こそいつも通りだ。それが可能であるならば。なんだろうこの髪の長い綾波みたいな。スミス引きずってて草。そんな夢に見るまでショックだったの。大事なことなので3回言いました。失恋引きずってる男が見る夢じゃん。トラウマかわいそうだな。勝利。引きずりすぎだろスミス。本とブレイバーンの生理的に無理は答えるからやめてくれ。生理的にが消えてる。ルイスもブレイバーンに毒され始めた。相当トラウマ受けてるな。おはよう。夕べはお楽しみでしたね。ドラクエの宿屋かよ。ブレイバーンに生理的に拒否されたのがトラウマになってリリー少尉みたいに暴走しなければいいけどな。合間にちゃんとシリアス入るのがグッとくるな。長くは続かないけど。おう、今回は食い気味に名乗らない。キュピーンじゃないんだよ。この SE これ自分で鳴らしてるんだろうな。笑顔が悪人面なんだよな。こうしてる間にも勇は全裸で這いつくばってるんだよな。ずっと勇がすっぽんぽんで体育座りなの。草、いい加減勇に服着せてやれ。勇、もしかして最終話まで全裸か。勇の勇がブレイバーンしたままなのかよ。なんか勇があれされた人みたいでかわいそう。ブレイバーンがかっこいい。なんだろう、超真面目なシーンなのにニヤニヤが収まらん。すごいいいこと言ってるのに勇の裸で全て持ってかれる。特訓だ。ブレイバーン軍曹の特訓だ。おい、ロボに走らせる意味あるんか。ロボットが走り込みする意味ないだろなどと言ってはいけない。ロボットでマラソンするのトップを狙え。依頼だな。特訓ならジープで追っかけろ。まともなことしてる。スタミナ作り、あれちゃんとしてるぞブレイバーン。ほんとシリアスにしてればかっこいいのに。お前がコーチするんか。なんなんだこのブレイバーン軍曹。なんでブレイバーン鬼軍曹みたいになってんだよ。しかしブレイバーンも教え上手なところあるんだな。なんでトップを狙えみたいな特訓なんだよ。なんなのこのロボ。
今回コーチ役になってるこのロボ、何でもありだな。早くイサミを解放してやれよ。いつになったらイサミはコクピットの中から解放されるんだか。人望まで得てしまったブレイバーン。やべえよ、ブレイバーン信者が増えちまったじゃねえか。なんでロボのくせにスポコンなんだよ。いかにブレイバーンが目立てるかを教え込まれてるか。なんかブレイバーンが支持されてるの怖い。申し訳ない程度の色気シーン。女の子のキャラデザがちょっと京アニ顔っぽいですよね。ほんと女性陣はスミスとしか縁がないな。女には興味がない、興味があるのはロゴだけか。そうなる気がしていた。メンテナンス T シャツ。イサミ、まだブレイバーンから出られないのだろうか。元、お前マウントしやがったな。元とかつけてマウントを取ってくるな。なんでいちいちマウント取るのこの変態。バリメタすぐ腕組みするんだから、と思ったらあぐらまで。ブレイバーンがみんなをイサミの肉立てとしか思ってなさそうな不安が。イサミをめぐるマウント合戦始まった。言ってることは間違ってないが、早くイサミを解放しろや。ずっと裸で体育座りのイサミ、メンタル限界だよ。イサミはブレイバーンの中でどうやって排泄しているのか。排泄はトップシークレット、なお自分を除く。 FSS みたいに垂れ流しなんでは。主人公の排泄問題で1分使うアニメは名作。イサミにプライバシーってものはないんですか。なんで笑い合ってるんだ。排泄について談笑されるとかどんな拷問よ。キデ、イサミの尊厳めちゃくちゃ。マジでイサミがかわいそう。全然喋らんし全然動かんぞこの主人公。主人公のはずのイサミ、まだ一言も発してないのでは。ずっと裸で機体の中でセリフなしなの、まあまあひでら使いだ。イサミ以外めっちゃ打ち解けてますわ。結構みんなとも打ち解けてるし、ブレイバーン、イサミ抜きにしたら話のわかる方なのでは。スミスが拾った娘の服、なんとなくマブラブのパイロットスーツを思い出す。死んでる。前回は慣用表現として脈がなかったけど、今回は物理的に脈がない。そもそも心臓があるタイプの生き物か。ブレイバーンさえ絡まなければシリアスシーンが続いているんだけどな。アイキャッチもそれなのか。いかにも昭和チックなアイキャッチ。敵の潜水艦を発見。新しい脅威か。みんな大好きサメ映画展開だ。コードネームの付け方もいいな。なんで知っててそこで油ずっと売っとんねん。マジで裸でやらせんの。速報、イサミくん、まだ全裸。ついにイサミも喋った。イサミ、切れた。そうだよ、もっと切れていいんだよ。いい具合で股間見えないの面白い。ダメだこのブレイバーン話聞かねえ。事実上監禁なのに同僚女子とも打ち解けて本命彼氏ポジ確立しようとしてるこのロボ、本当怖い。イサミのメンタルはやられてるぞ。ルボも使いこなせるブレイバーン。まだそれは早い操縦感、超でしてる。自暴自棄になるのわかるわ。イサミ、振り切っちゃった。熱く魂こもってるこの叫びはお前のせいだろ。イサミのこと好きになってくれる女の子いてくれたのか。あの子やべえやつじゃねえ。どこに惚れる要素あるんだよ。なんか変態がどんどん増えてないか。やる気がないので帰ります。全裸で女性の前に出るつもりだった。なんだこのコントは。降りろだとか降りなくていいとか。なんなんだよこの面エラロボ。血は喧嘩じゃねえかも。イサミのすさみ具合がいい感じでダイナミック企画っぽくなってきてよき。めんどくせえロボやで。やべえ女いる。どこがかっこいいのか。過去1時間問い詰めたい。もうブレイサンダーになるだけで笑う。スミスの激しい上下運動。なおこれは人命救助のためであっては挨拶が一切ない。なんで心臓マッサージを上半身裸でやるんだ。マーシンマは大汗かくから脱ぐのもやむなし。レーダーに名前出てくるブレイバーン。識別信号を勝手に入れたのかブレイバーン。レーダーでも自己主張激しい。IFF まで改変しちゃってるブレイバーン。誰だよブレイバーンの名前をレーダーに登録したの。溺れるんかい。いや溺れんのかよロボなのに。お前息できないのかよ。呼吸してんのかよこのロボ。水中で喋るからそうなるんだよ。そのマスク水中用にも使えるのか。イサミもスミスも裸なの何。脱がそうとしたら起きた。
起きたと思ったら蹴られた。ブラジリアンハイキックだ。懐かしい。めっちゃ怒ってる。謎の女のかよ。音波ピカチュウだったのか。この子 LCL 来た。 LCL じゃねえか。エヴァンゲリオンじゃねえか。南海馬風味な液体が。肺が満たされれば直接酸素を供給してくれる液体だと。肺に供給されれば直接酸素が供給させる謎の液体来たか。エヴァのエントリープラグ LCL 注水と同じシチュエーション&解説本特さ。水中真剣白輪取り。ブレイバーンさん、水中戦は苦手な模様。水中戦は不得意か。ブレイバーン。ブレイバーンも水中ではマスクを装着しないと喋れないので。普通に溺れている。イサミエロ同人みてえになっとる。さっきまで死んでた女と思えないほど強い。キャストオフボタン。カージした。どいつもこいつも裸になりやがる。やべえ、ツッコミが追いつかねえ。ルイスかわいそう。ロボに生理的に無理と言われて命を救おうとした少女にはボコボコにされる。あまり大丈夫に見えないんですが。イサミ大丈夫に見えないが。硬くて頑丈、イミシン。気持ちよかったの。イサミ、髪下ろしたら結構男前に見えた。またなんか知らん技出してる。ブレイブシュバババババン。遠距離攻撃技。斬撃技の次は光線技か。効果音は口で言う機械生命体。必殺技言わせてやれよ。それって必殺技なんだ。剣使わない技の名前がひどすぎる。迎撃武器あるじゃん。シュバババーンのラストの衝撃波かっこいいと思ってしまった。なんやかんやで染まってきてる。イサミ、ほとんど罰ゲームみたいな必殺技名だな。無理やり戦闘に連れ出されてシュバババババーンとか言わされるの嫌だな。主人公ロボが星になるロボットアニメ珍しい。あかん、このアングルは絶妙にダメだぞ。そうはならんやろ。吹っ飛んできた上に誤解される状況。スミスへの誤解が加速する。最悪だ。スミスにとっても最悪の展開だ。イサミの方が闇落ちするんでは。それが彼女の名前だって知ったかぶりしてんじゃねえぞブレイバーン。吐き出されるイサミかわいそう。どうせスッポンポンに近い人たちがいるところならコクピットから出ても恥ずかしくないな。なんかこの空間、服の枚数が足りないな。3話のラストにメインキャラが裸ばっかなんやけど。マスターとして認められてしまった感。当分長きしか喋れないんかね。ブレイバーンの中の人もこいつみたいに可愛い。この可能性が。今回もひどかった、いろいろと。今回は女子推しが強力だったな。ツッコミ放題なエンディングきた。事態をややこしくしたまま終わるな。ベタなツッコミどころ多すぎるエンディング。巨大な水中戦ボスに LCL と、今回はエバミが強かった。これ毎回エンディングでトンチキ見なくちゃいけないの。もうダメだ、展開が読めなすぎるし忙しすぎる。このエンディング映像笑いが止まらない。ネタじゃなくてずっとこれがエンディングなのか。肉体美を晒さないとダメなんかこのアニメ。もう思考がついていけないわ。エンディング何回も聴いてるといい曲に思えてくる不思議。ずっとこのエンディングで言ってほしい。なんなら最終回にはこのエンディングで泣いてしまうくらいの感動が欲しい。ルイスとまだクールキャラだった頃のイサミの演歌。エンドカットええやん、ええやん。南海サミとルイスの親友みたいな写真カットじゃん。いやーぜんなぜんなでお腹いっぱい、めっちゃおもろかった。今回も面白い笑った。言いたいことありすぎて書ききれない。視聴者のツッコミに先回りする優秀なシナリオだった。書くありたい。液体呼吸をアビスで例えるとか、ロボアニメだけじゃなく洋画でも学習してるんだな、ブレイバーン。今回はまっとうに面白い普通のロボットアニメ回だったな。ブレイバーンもかっこよかった。今回だいぶまともだったな、ブレイバーン。でもそのまともさが怖いんよ。地球側の兵器でもそこそこ対応できるんだな。もうブレイバーン一人でいいんじゃないかにならないところはいいな。ロボバトルはきっちりクオリティ高いのいいね。CG が基本になったから最近はそこまでひどいロボバトルって見当たらなくなったな。ブレイバーンには軍事システムをクラックできる能力があるのも分かったけど、もうどうでもいいな。イサミが今回の敵はでかいと言ってたが、ブレイバーンは9メートルだからスパロボ感覚だと M サイズくらいかな。
おペコがイサミに幻滅して見捨てなかったの嬉しい。変な人だったのが救いか。ルルは大きいままスミスに惚れたか。ブレイバーンが名前知ってるのはなぜだろう。一気に次の幹部クラスが来るかと思ったが、一回話を落ち着かせに来たんか。残り9話としたらかなり巻いてくるのかな。最終決戦は劇場で、だったらこのペースでいいかも。有機爆発版ブレイバーン第3話視聴させていただきました。今回も十分はっちゃけてて面白かったんですが、青春の2話と比べると正直もっとふざけれるだろうって感じでした。もうこのノリにだいぶ毒されてるのかな、なんていうかもっと気持ち悪くなれるだろ的な。それというのも戦闘シーンが多かったのと、スミスと謎少女ルルとのシーンが多かったからですかね。いやまあこのスミスのシーンも面白いには面白いんだけどね。ブレイバーンに生理的に無理って言われたことをめちゃくちゃ引きずってるのには草生えた。イサミさんはこんなにかわいそうな目に遭っているのにそれでも乗りたいのか。イサミさんはもうかわいそうな目に遭うのが板についてきて、姿が映るだけでニヤニヤが止まらない。もう1話丸ごとずっと全裸状態で、女性陣の前で排泄の話されるわ、LCL で溢れかけるわ。挙句の果てにはこっちは全裸になって乗りたくもないロボットに乗って戦ってるのに。スミスと全裸の可愛い少女にこれ絶対入ってるよね、状態を見るとか、空飽きでない方がおかしい。これも2人の主人公のの歌うエンディングとか見てたら、視覚関係みたいな構図になったりしてるんですかね。このルルって少女は基本喋らないのかな。なんかもうすでにオープニングでは謎スーツバージョンじゃないけど、そう考えるとこの謎スーツ姿はもしかしたら貴重な姿かもしれない。目に焼き付けておけ。しかし今回は女性陣のお色気シーンが多くあって眼福でしたね。スポブラはやっぱいいわ。もう一人のイサミとの関わりがある女性、ほのかすずなぎが出てきましたね。1話でもちらっといたかな。元イサミのバディだったということですが、このキャラもイサミに惚れててブレイバーンをかっこいいというやべえ女だった。マジマーゼンだと同じ声の人なんすね。狂ってるアニメに出てくる率高い声優さんだ。当のブレイバーンは今回も気持ち悪かったです。開幕の黄昏てる立ちポーズからしてもうなんだこいつ状態。レーダーにブレイバーンの名前が出てるのも爆笑。こうやって自分が映ってないとこでも笑いを取る姿勢はさすが。なんていうかこの爽やかな笑顔が逆に怖くなるんだよなこいつ。まだまだうさんくささは取れないぜ。でもお前はもっともっと気持ち悪くなれるポテンシャルを持ってるだろう。こんなんじゃ足りないよ。ということで有機爆発版ブレイバーン第3話の感想でございました。今回は初の水中戦闘シーンでしたが、ほんと無駄にアクション作がすごくてかっこいいんだよな。シュババババーンもあざ名はダサいけど、絵を見るとちゃんとかっこよくて素晴らしいし、まだまだ話がどう転ぶかは分かりませんが、謎のルルっていう少女がどう絡んでくるのか。今んとこイサミがひどい目に遭ってるので、闇落ちするならやっぱイサミだろとしか思えない展開ですね。ところでこの少女の乗っていたと思われる先週の敵ロボ、声が杉田さんだったんですね。っていうことはやっぱりブレイバーンが女の子って可能性もネタじゃなくマジであり得るのか。以上、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。君と私との約束です。